はいどうも皆さんこんにちは、ホムドルです。それではバブル11続きからやっていきましょう。はい、こんな感じでね、始まるっていうね。で、試合に勝ったと。で、オーストラリアに勝ったでやんすと。世界のチャンピオンになってくれよと。あと1勝すれば決勝戦に全てをぶつけるぞ。相当強いチームだと。レギュラーリーグの、進藤さんやスムーさんもいると。ヘイボーイ、あなたはレッドエンジェルスの主砲ボーマンバンガードさん。はい、これですね、パワープロ10に登場したキャラクターになっていますね。お手柔らかに頼むよバンガード。おう進藤か、これは楽しみだ。この人たちが相手だね。ミはミッキーバームリオ、日本の野球は大好きで。はい、このキャラクターも、パワープロ8のキャラクターになりますね。いやー、まあね、ミッキーといったらね、足が速いやつで、試合に会おうと。で、テリー・マイルマンね。はい、これもパワープロ10に登場したキャラクターですね。君たちはレギュラーリーガーにも引けを取らない力を秘めている。誰であろうと勝つ。さあ、最後の試合です。頑張りましょう。ラスボス、アメリカです。ここが問題。ここが強い、また。じゃあ、ここはもう本気でいかないとなんで、矢部くん入れるかしょうがないから。で、そうですね。まあ、こんな感じでいいかな。で、碇くんが先発で。いきましょう。ここがね、また強い。センター方向の球はほぼ取られます。ミッキーなんで。ミッキー足がね、カンストしてるんでね。さあ行きましょう。スコア見てみましょう。ミッキーですね。はい。こんな感じで。足が速いですね。いや、強いね。パワーほぼええやん。強いね。控えが強いな。って感じで、まあ、こっちのチームとね、引けを取らないぐらいの強さになっていますね。ここはね、本当に油断できない、アメリカは。マジで強いから。ライジンキャノン。あ、そうだ。投手データも見せましょうかね。はい。控えの方が強いっていう控え4方向普通に投げてくるからね。だから強いんですよ本当にアメリカ。うわうめえ。ほらバッティング技術もやばい。で4番のボーマンバンガードに回すとマジでやばいです。本当に強いからバンガード。カーブ、あ、やべ、危ねえ。あーでもバンガードに、あーくそ、やべくん、もうちょい。フォーク、もう一回。おお、ナイス。よし、危ねえ。さあ行きましょう。これから日本の攻撃に入ります。スピリットか。メテオマグナムなんでね、マイルマンは。これね、これ打てねえんだよな。よし、オッケー。低めにやっぱ打つことが大切かなって思いますね。ちょっと盗塁はできないな。オッケー。ああこれどうだ。ああダメだ、早えわ。早えってか普通に無理か今のは。センターにいるってのがね、厄介なんですよね。またあーアウトか。くそ、強えなこいつ。どうする、マジでやばいんだよな。200オーバーなんですよね、バンガード。もう打たれたらほぼ終わり。本当にそれぐらいパワーやばい。 OK、 よし、バンガード抑えられたのはでかい。パワーヒだけだったっけ確か。パワーヒ持ってて、パワーが200オーバーなんでね、もう清本より強いんですよね。清本より強いってやばいでしょ普通に考えて。はい、 OK。あ、友澤くん。ナイス。ステファン。スライダー、暗い。オッケー。はい、アウト。さあ行きましょう。福谷からか。でね、やっぱりストレートがね、変な風に動くんで、強振でね、打とうと思うと、まあなかなか難しいんで、普通に、右投手で打っていった方が安定するっていうか、
よっしゃナイス、いいぞ。本当にストレートだけ狙っていけば勝てるんでね。あーくそ、あーやらかした。あーまあでもセーフ、よかったよかった。危ねー、足は速くてよかった。おっしゃナイス、あーでも無理だな。フライ上げるか、矢部くんか。紹介ひど秘密のままで終わるのかって。三笘マグナム早い。あやっべ急げ、あー無理か。でも碇くんがいる。うえ秘密兵器で終わるのか。ほんとひどかったな紹介の仕方。うわー、スピリットか。おいしょナイス、よし2点取れる。オッケー、よしよ、よくやったよくやった。2点も取れればでかい。わースピリットか、やられたな。さあいきましょう。もうねコールドとかなんて言わない、普通に勝ちたい頑張りたい、普通に強いからねアメリカは。フォークよいしょ、オッケー終了。ラモンカーブ、まあ最後なんでね、やっぱり碇くんに投げてもらうのがベストですね。ライジンキャノン、打線も全部強いんで碇くんだと。カーブナイス、オッケー。マイルマン、マイルマンは弱いんで普通に倒しましょう。お、マジかよ、普通に打ちやがった。やるな、ミッキー、ミッキー強振、マジかよ、やめた方がいいぞ。オッケー、はい、アウト。いくら足が速くてもね、さすがに無理だろうな。上位打線からっすね。おいしょナイス、マジホーム打ってくれよ。あー打てたな、早いなおい。おし狙った、狙いましたね。おいしょ、でかい、無理だな。さあ行きましょう、友澤くん頼むぞ。おしょ、よしナイス、いけるね、あいけねえわ。あーバカーやらかしたすいませんね、ちょっと変なプレイしてしまって申し訳ない。視聴者の方には本当に今のひどかったな、申し訳ないです。本当にひどかったなマジで。スプリットね。よいしょー、今のはもう狙いどころですね。これはいけるだろう。オッケー、矢部くん、あーやっちゃったスプリットか。オッケー、4点取れましたね、でかいでかい。カーブ危な、ナイス。クロン、本当にねホームラン打たれないかだけが心配なんですよね。ライジングキャノンでカーブですね、ここら辺。オッケー、いいぞ。さあ勝負だ、ヴァンガード、勝負しましょう。ヴァンガードとは怖いけど勝負する。カーブ、おい、おっしゃー入った、いいぞ。5人三振、さあ行きましょう。4点取ってるんでね、
だいぶ有利ですね。おっと、今のなストレートだったらもらえたのにな。よし、ナイス、ナイスヒットですね。じゃあ無ヘドレいきましょう。おいしょい、素晴らしい。さあ新ホーム、ミートでっかこいつやばいな。あー今乗ってたな。おい、うわー、どうどうどうだ。あーファルか。よし、あぶね、今のボール球だと思ってたけど微妙に変化して助かりましたね。マジホーム、うん、スプリット、うい、どうだ、おし、ナイス、よかった、ヒットでよかった。今の絶対取れると思った。よし、6点、でかいぞこれ。さすがに変わるか。おー、まあまあ3方向ならなんとかなりますね。おいしょい、さあどうする。0対8だぞ勝てるかアメリカ日本に。あ、やめちゃった。おっしゃー、もらった。それはいかんよ。お、ナイス、いけたんかい。よし、さえ進むけん、頼むよ。おい、ファール。前進とは舐められたものですね。うわあ、マジか。あー、やらかした。まあいいや、矢部くん。おいしょー、お、勝ったんじゃない。頼む、よし、コールド0対10、4回コールドあのルーキーの守り勝ってませんからね、マジで。普通に勝った。いやー、やったわ、普通に勝てた。弱アメリカ10対0、やりましたね。これアメリカ泣くんじゃない。でこんな感じ、いいラストですね。かっこいい、みずきちゃんもかわいいな。試合に出てないけど。よし、やったー、俺たちが日本一でやんす、感動でやんす。進藤さん、進さん、ありがとうございました。いてくれたら、あ、いてくれたから日本一になれたんです。少し手を貸しただけだよ。頑張ったからこそ、勝負だと思うよ。マジでイケメンだな。僕たちは少しよがってアメリカに残るよ。今度日本に帰った時は家に顔を見せてやれよ。母さんが心配する。おい君たち、思ったより頑張ってくれたな。君の力がなかったら正直 0.01% くらいは世界一になる可能性が減っていたかもしれないな何なんだこいつ。学、それっぽっちですか。ふう、待ってるぞ。かっけえっすね。なんとか俺たちの役割は果たせたなと。ドラフトまで油断しないで練習を続けることだな。カイザー星の逆指名を決めてるでやんす。お前には負けないぜ。意識されてるでやんすね。プニプニ？プニプニする人は一体って水木ちゃんしかいないか。あんたなんかしたっけ？ひどいでやんす。ま、私の活躍が大きかったのは間違い。いや、それは間違いだろ。お前試合に出てねえよ。みずきちゃんがいなかったらピンチになってたかもねと。矢部くんも頑張った頑張った。みずきちゃんも合わせて。うんそうでやんすか。キモいですね顔が。立ち直り早っ終わってみると友沢くんとみずきちゃんはオイラたちよりも落ち着いてたでやんすね。で逆指名組み出してねと。いや、おめでとう二人とも。
やはり現場で見ないとな。さっき編成会議が終わってな、ムヘドレ君を、ドラフト1位で指名することが決定した。ありがとうございます。オイラの分までプロでオーバーレイしてほしいでやんす。君もうちで指名すること決まったよ。うちのチームを盛り上げてくれ。これもムヘドレ君やみんなのおかげでやんす。飛行機の時間みたいだ。日本で会おう。いいですね、ドラフト1位。お土産たくさん買って帰るでやんす。彼の野球に対する情熱があれば今後の野球界も安泰だな。本当か？はいって感じでエンディングが始まります。いやー、このエンディングがまた名曲なんすよ。またはい、ぜひね聴いていってください。いや、いいね日本代表。はい、矢部くんね、初野くんとかもいる、葵ちゃんもいますね、木本くんもいるね。いやー、いいねー。で、友澤くん帝王実業ですね。猫神とか犬川もいますね。素晴らしい。で、水木ちゃん元気ですね。雪村とかめっちゃ喜んでる。ただサッカー部いないっていう。で、影山さん、何なんだこれっていうね、このシーン謎ですよね。さあ来るぞ、イカリくん、かっけー。あ、カネさんいるっていうね。地味にカネさんいるからな。いやー、かっけーな、イカリくん。で、シルコ大学のパープロくん。で、影山くんもいますね。あれ、影山、ちょっと待って、影丸くんだね。影山はスカウトだ。笑顔ですね、パープロくん。で、制作スタッフで、ほら、プロデューサーが谷淵さん。いや、この頃からなんすよ。やべえな、ほんとに。で、プログラマーもね、関わってるんですね。デザイナーが結構多いんですよね、意外と。で、サウンドね。あ、でもサウンドって意外と少ないんだ。矢島さんって結構有名なんですよね。はい。で、こんな感じ。制作スタッフとかね。はい。データ班とか。大変だな。二人でやったのか。それぞれの球団。OB 一人なのか。結構大変ですね。あ、で、水木ちゃん。可愛いですね。あ、で、さっき葵ちゃんがね、いろいろ焦がしてたらもうあれでしたけど。これね、マジでどれのように扱ってるかな。で、オープニングテーマ、プライド。はい。で、友澤くんですね。ジュース飲んでますね。で、これね、この曲が、夢いっぱいの、あ、胸いっぱいの夢ですね。あさこさんが歌ってます。まあさこさん結構パワープロシリーズ歌って、あ、歌ってないっけ。で、矢部くんですね。はい。で、ガンダーと歩く。これね、YouTube で上がってるんで、ぜひですね、皆さん、この曲聴いてください。この曲もね、カラオケに入れてほしいな、できたら。てか、エンディング全部入れてほしい。そよ風ハミングっていうパワープロ15の曲とかも素晴らしいんですけど。はい。で、コナミコンピューターエンターテイメントスタジオと、2004年ですね。さあ、クリアです。さあ、どうだ？能力は。おー、いいですね。難度マックス。どうしようかな。あ、パーヒも取れますね。パーヒ取りましょうかね。守備できるったら、あ、守備無理か。ちょっとすいません、弾道いいですか。申し訳ない、いや、しょうがない。もう弾道取りましょう。オールエにしましょう。肩とか取るとね、ちょっと得意練習が肩とかになっちゃうんで、あんまりよろしくないんで、敏捷もちょっとありすぎだな。
どうすっかな。弾道は取って、臨床、盗塁と、パワーヒでいいかな。うん。ちょっと臨床余るんですけど、これにやると得意練習が臨床になって継承で出てくんで、あんまりよろしくないんで、こんな感じで、終了させていただきます。で、国内の、大卒の、まあ、1年でいいや。9月27。で、今のまで。なんか変だな、これ。青。なんだこれ。ま、なんかめっちゃ変になったら。はい、って感じで、選手ができました。うん。はい、全日本超。はい。かっこいいな。オール A ですね。やっぱなかなかいい選手ができましたね。はい。優勝もできましたしね。いやー、ということで、実況パワフルプロ野球、1周目を終了させていただきます。はい。って感じで、ま、次回から、投手編になるので、ぜひ見ていただければなと思います。ただどうしようかなって思うんですよね、この次。パープル11でパープル11って続くと、また11かってなると思うんで、なんかですね、別の、そうだな。まあ、なんか別のゲームとか実況できたらなと、はい、思っています。ということで、この辺で終了させていただきます。ここまでご視聴いただきありがとうございました。またですね、2週目のサクセスをぜひ見ていただければなと思います。投手編だとね、また違った見え方がすると思うので、それも楽しんでください。それではお疲れ様でした。さよなら。